次世代の党は28日、次期衆院選で、元航空幕僚長で、太陽の党代表幹事の田母上敏夫氏を公認し、東京12区で擁立する方針を固めた。田母上氏は、今年2月の東京都知事選に挑み、60万票以上を獲得した。東京12区は、公明党の太田昭弘国土交通省が出馬する。玉上氏は、産経新聞の取材に、 軍隊を創設しなければ国家は自立できないが公明党は反対している自民・公明両党を分離させ実現への道を開きたいと述べた太陽の党で活動を共にしてきた西村慎吾衆院議員は次世代の党に移り公明党の北川和夫副代表が出馬を予定する大阪16区で立候補する予定だ玉上氏は防衛大学校卒業後航空自衛隊に入隊し 第6航空団司令、航空総体司令官などを歴任。平成20年に、先の大戦をめぐり、政府見解と異なる内容を含む論文を公表し、空爆帳を更迭された。ネットユーザーの反応、組織票がすごいから厳しいと思うが、なんとか頑張ってもらいたい。玉上氏が出馬した前回の都知事選の開票結果を見てみると、特別、 この地域で得票が多かったわけでもないようですね。支持者への票固めより、公明との対立姿勢の表明をとる。その選択が、政治家として、どう、有権者や他の政治家の目に映るか、見守りたいと思います。勝つのは難しいが、田中康夫が冬芝鉄道を打ち破った例もあるからな。今回は急に解散したから、住民票を移動しても、選挙権は移らないし。 結構面白い勝負になるかもよ公明党は好きじゃないけど、田茂神さんだときついかもな。今回の選挙は投票率が低そうだし、組織票が強そうなんだよな。私の選挙区ではないので残念ですが、陰ながら応援させていただきます。これは見ものだ。無党派層をどれだけ動かせるかだな。昨晩、新宿で次世代の決闘大会があったから行ってきたけど。 党の勢いがすごかったあれは上昇気運にある党の空気です。おそらく自民党は今回の選挙で議席数を減らすだろうし、ここで公明党を与党からキックアウトして、与党再編のキャスティングボードを次世代の党が握るとなると、この選挙には大義が生まれます。皆さん、投票に行きましょう。投票率が低いと、この国は、 組織票を持つ人たたちのやりりい放題になりますピンとくる候補がいなくても当選させたくない候補者は大抵存在するのでその人の当選確率を下げるためにも比較的マシだと思える誰かに積極的に投票しよう。